本日の体重 52.8。 前ね味噌と食べた時より 0.2 減っております。以上体重報告会でした。今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレイです。よろしくお願いします。今日はせーのじゃん。本日5月15日からミスドから新しい抹茶の驚きシリーズというね新商品が4種類発売されたので食べていきたいと思います。ね、ほんともうこの間リバウンドしたわって言ったばっかりなんだけども 0.2 キロ減ったのをいいことに食べたいと思います。見ての通りこれめっちゃ豪華でもうやばいんでね、期待大なんで早速食べていきたいと思います。せーの、いただきます。はい、というわけで今回もね、祇園辻×都市鎧塚さんのコラボドーナツということでね、もう見るからにね、なんかもう違うよね、風格が。だってね、このドーナツ買う時もね、見て、こんなね、おしゃれなドームのに入っとったもん。はい、じゃあまずこちらから、ポンデパイ宇治抹茶。すごいこれ、抹茶のポンデリングにクリームとパイ生地。いや、新しい。持った感じがもうサクサク。いただきます。おいしい。なんでパイ生地がめっちゃ軽くてサクサク。え、これほんまにやばい。めっちゃ美味しい。パイ生地がめっちゃ軽いから、このポンデリングのもちもちとめっちゃいい感じにマッチしとる。このパイ生地にね、チョコレートがついたんやけど、これもね、アクセントになってめっちゃ美味しい。あと、宇治抹茶クリームも深みのある甘さでめっちゃうまいですね。上に乗っとるアーモンドもカリカリで美味しい。口にいっぱいサクサクがついちゃうから、人前で食べるのにはちょっと注意しながら食べなきゃいけないね。かなりレベル高い。美味しい。続いてポンデパイショコラ。これはさっきの宇治抹茶ホイップがチョコバージョンです。言い忘れたんだけど、ポンデリングは普通のノーマルのポンデリングです。いただきます。うん、甘い。チョコクリーム結構甘い。これはね、あのチョコクランチが上に乗ってますね。さっきの宇治抹茶クリームよりも甘党向けな感じがする。でも相変わらずパイがめっちゃサクサクで、もうしなしなのしの字もない感じ。ポンデパイシリーズめっちゃおすすめ。めっちゃ美味しい。続いてクリスプダブル宇治抹茶。でやー、おしゃれ。宇治抹茶を練り込んだザクザクもっちり生地に宇治抹茶ホイップとチョコレートらしいですね。宇治抹茶を練り込んだ生地らしいです。いただきます。半分切って上に乗せてますね。上に乗せてるのからいただきます。うん、上品な抹茶だ。これはね、もっちり感の方が強く感じる。ミスドのね、ウェブの CM 見たら、クッキー生地とベーグル生地を合わせた生地らしい。こんな感じでね、抹茶です。ザクザクもしてる。これね、しっかり食べ応えがあるので、1個食べても結構満足感があると思います。ね、やばい、今さ、何気なくカロリー見てみたんやけど、やばいですね。ポンデパイシリーズはどっちとも400キロカロリー超えですね。いや、そりゃパイもさ、クリームもさ、あんなにたっぷり使っとったらさ、そりゃそうか。0.2 キロ減って喜んでる場合やなかった。はい、ラスト、クリスプ宇治抹茶ショコラ。これもね、さっきのチョコホイップバージョンです。もういただきまーす。うまっ。宇治抹茶チョコの方が好きかも。やっぱコーティングのチョコが変わるだけでめっちゃ味の雰囲気は変わるね。この端っこの方めっちゃザクザク。抹茶美味しい。やばいね、これもう本当ドーナツじゃないもんね。お店動画50周年ということでね、気合を入れているということで素晴らしいです。はい、というわけでごちそうさまでした。というわけで、ミスドの抹茶の新商品めっちゃ美味しかったです。でもほんとめっちゃ幸せになった。今回も新商品の中での私的 MVP を決めさせていただきますと、はい、こちらのポンデパイ宇治抹茶です。イエーイ。めっちゃ食べかけて申し訳ございません。ほんまに美味しいから、ここ最近食べてきた新商品の中でも特におすすめ。このポンデリングとパイの食感に加えて、私はこの宇治抹茶クリームがめっちゃ美味しいなと思ったので、これが MVP です。とはいえね、全部めちゃくちゃレベル高くて美味しかったのでね、あのみんなももし買い出しのついでとかね、ミスドがあったらね、寄ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に Twitter と Instagram のアカウントのリンクも貼ってますので、ぜひフォローお願いいたします。というわけで今日の動画終わりです。お疲れ、ありがとうございました。
よっしゃ、0.2 キロしか増えてなかった。筋トレ頑張ろう。